で今日の質問なんですけども、まあ、いつも通りインスタグラムで結構多く来る質問がどうしたら金持ちになれますかっていう質問で、あのまず金持ちを金持ちと思ってるって言ってる時点で結構一番オツなやつで、あの収入って2種類あるんだよね。収入って2種類あって、それが給料なのか、あの配当なのか、この2種類、収入には種類があるのね。で、俺もサラリーマン時代、給料はまあ大体8桁ぐらいはもらってたんだけれども、絶対に贅沢はしてなかったのね。で、なんでかっていうと、給料っていうのは一番不安定なわけ。だから給料をもらってるからって言って、なんかいい高級車買ったりとか、なんかいい家に住んだりとかっていうのは俺は絶対にしなかったのね。で、結構スポーツ選手とかがいい例で、例えば、あの、年収一時的にスポーツ選手って何千万とかってもらう人結構いるじゃん。で、何億円もいるけども、それでよくドキュメンタリーでやってる、なんか転落人生みたいなドキュメンタリーあるじゃん。ああいう風に、まあ、あの会社員も同じで、その給料っていうのはもう一時的なものであって、明日会社が潰れるかもしれないし、明日給料が下がるかもしれないし、クビになるかもしれないし、本当にすんごい不安定なわけよ。だから給料もらってるうちからあまり贅沢をするっていうのは、あの意味がわからないと。でそれは事業も同じで、あの俺は会社を始めてめちゃめちゃもうすごいスピードで売り上げが何十億って上がったんだけども、あの、まあ、当時の社員全員に聞いてもらってもいいんだけども、本当に俺何十億って口座にあっても全然いい、一番多分会社で、まあ、安いタワマンに住んでたし、あとは別にいい高級車とかも乗ってなかったし、あのオフィスとかも最初はマンションの一室で、何十億売り上げてんねんマンションの一室でみたいな、そういうなんか事業のやり方とか会社のあのあり方とかっていうのを行ってたんだけども、それもなんでかっていうと、ビジネスっていうのは正直明日潰れるかもしれないし、会社も同じなんだよね。だから役員報酬とかもらっても俺全く贅沢はしてなかったので、いつから贅沢をし始めたかっていうのが、これがさっき言った給料とか、まあ、事業の売り上げとかじゃなくて、これが配当っていうものにの収入を得た時に、俺はそれを贅沢をし始めて、まあ、いろんな国に家買ったりとか、まあ、そういうことをやってたんだけども、例えばその配当って何かっていうと、まあ、簡単に言うと俺が頑張らないでも勝手にお金が入ってくることなので、例えば俺あのフィリピンとか、まあ、いろんな東南アジアに駐在してたんだけども、昔その時にあの、まあ、ラオスに行った時があって、ラオスの口座ってあの銀行に預金を入れてると、その金利だけで 12% とかあるわけよ。だから1億円入れたら毎年毎年1200万円が勝手に返ってくるわけ、寝ててもその銀行口座に入れてるだけで。で日本の銀行ってそれが 0. 何パーセントとか全く儲からないじゃん。なんか月に3円ぐらいしか入んないみたいなね、そんなもんばっかだと思うんだけども、だからそういうあの国に銀行にお金を預けるとか、あとはまあ株式投資とかね、よくみんなも知ってると思うけども、あの株式投資っていうのもめちゃめちゃいいわけよ。なんでかっていうと、例えば俺がソニーの株を買うとするじゃん。そうするとソニーで働いてる何万人っていう従業員が一生懸命毎日働いて勝手に株価を上げてくれるわけよ。でその人たちの頑張りが俺の株価に反映されて、結局儲かるの俺なわけよ。だから俺のためにその数万人が働いてくれてるみたいな。もちろん下がることもあるけども、まあ僕俺の場合はあの香港で HSBC っていう大きい銀行のその投資の運用プランナーみたいのがいて、その人に全部任してるんだけれども、それでもまあ毎年 4%、5% 入ってくるわけよ、そのリターンで。そういう配当に変わった時っていうのは、自分、それが一番安定してるわけね。で、よくなんか会社のちょっと成金社長みたいな感じで、なんか数十億売り上げが上がったからフェラーリ買うとか、結構ああいうのってめちゃめちゃ見ててバカだなと思うんだけども、結局ビジネスっていうのも明日なくなるかも、まだ数年後に続いてるかも分かんないし、従業員もいるわけじゃん。でその中でなんか何億円するフェラーリを買ったりとか、そういうなんかなんていうの、自己中な経営をしてる社長っていうのも結構いるわけよ。そうじゃなくて、やっぱりそれを配当に変えて、明日自分の事業が潰れたとしても他の人が、他の会社が、他の、まあ、銀行が勝手に稼いでくれる、それで従業員も養えるしっていう、その安定的なリスクが少ないような、まあ、経営とか収入っていうのを
入れないと、やっぱそれが金持ちと資産家の違いで、資産家になった時に贅沢はしていいなわけよ。だから、まあ、どうしたら金持ちになりますかっていうのは、まあ、まずはその投資するお金を数百万でも集めて、そのを投資に回す。それで投資に回して、その配当が出て、その配当の範囲で贅沢をするっていうのが、多分金持ちになるのに一番早いし、本当の金持ちだし、あと、まあ、安定的な一生涯金持ちになるようなコツかなっていうふうに思います。と大事なのが、うん、これがもう継続のパワーですよ。継続、ね、これはもうなんか前回のね動画でも言ったけれども、うん、ね、皆さん今すぐ10キロ痩せたいと、じゃあ今すぐ100回腹筋してね、うん、痩せるかっていうと痩せないじゃない、まあね、無理だね、1日10分のトレーニングがそれが痩せるわけじゃない、うんね、恋愛も一緒ですよ、ね、今あなたにじゃあ1億円のなんかダイヤの指輪あげますって言って、はいはいはい、うん、一生その人と入れるかっていうよりは、うん、毎日1分でもいいから注意をしてね、行ってきますみたいな、うん、そういう方がさ、うん、愛が深まってる、まあ、それはそうか、人間っていうのは継続なのよ、うん、継続がめちゃめちゃ重要で、この継続のパワーをやってないでみんな成功してると思いすぎなの、うん、だからワールドカップに出てるとかね、まあ、俺は野球詳しくないけども、うん、メジャーに出てるイチローさんとかを見てて、うんうん、あ、この人はメジャーに出てるんだな、うん、って終わっちゃうの。でもそこまでの、まあ、その尺がな、なんていうの、努力のところに目を向けようとしない、まあ、なんでこの人見せないからね、そう、なんでこの人がこうなれたのかなとかさ、うん、本当に天才で終わっちゃうところね、天才で終わっちゃう、だから天才って言葉やめて、怒られちゃう、いや本当大嫌いだから、よくさ、ね、竹原さん天才ですねと言ってくるやついるじゃん、うん、めちゃめちゃムカつくもん、本当に、うん、嬉しいと思ってると思うでしょ、いや俺嬉しいけどな、天才って言うと、いやマジでムカつくの、普通にね、起業した時なんて、今ではね、はいはいはい、こんな何十億って売り上げ上げてますけども、うん、この人数で、うん、ただ起業当時なんでね、本当に寝れないですから、うん、寝れないよ、本当に皆さん寝れないぞ起業したら、確かに、ね、もう赤ちゃんの、もう奥さんだったら分かるけど、うん、赤ちゃん見てるようなもん、まあ、息してるかなって会社がね、あ、気になってね、気になって気になって大丈夫かなって、うん、そういう気持ちで日々日々過ごさないといけないから、うん、本当に寝れませんと、はいはいはい、そういう期間はあったにもかかわらず、 あいつは天才だからね、それはお前の逃げ言葉だっていう話ですよ、嫌なんだな、そうそうそう、僕は大丈夫なのでぜひ言ってください嬉しいんでね、そう、それは結構ねムカつく、だから一昨日ぐらいアスリートとすごいご飯とか行くでしょ、あ、行きましたね、そういう人も考えてみる、うん、全てムカつくって言ってたじゃん、まあまあ確かに ねなんか質問がバカとかね、うん、本当にその通り、なんでこれを成し遂げられたの、そのプロセスをね見てなさすぎる、うん、どうしてお金持ちの方は高級品を買うのですか、まあ、例えばヴィトンだったりとかいろんなお金持ってる人って買ってると思うんですけど、そういうのって無駄じゃないんですかっていう、ね、経営者の脳みそどうなってるかっていうと 35% 多い、全てがなんか高くないの、全てが、うん、例えば普通にご飯に行きましたと、で、10万円ぐらいのご飯でしたと、そうすると10万円って確かに高いけども、経営者の頭の中では6万5000円なのよ、うん、例えば、まあ、これ利益がある会社の経営者だけども、会社って100万円利益があったら半分ぐらい取られちゃうわけやん、税金で、だったら10万円を、ね、まあ、35% ぐらいだから、10万円この100万円からね減らせば、その10万円分って3万5000円税金で取られなくて済んだ分なの、だから6万5000円って頭の中で、だから経営者ってお買い物するときはだいたい全てが安く見えてる、利益がある会社のね、赤字の会社なんてこれはもうあれだけど、あとは、うん、なるほど、お金なんで高級品を買うのかでしょ、あれの話言ってるでしょ、俺の靴の話でしょ、高そうな、いや高そうなって前うさぎクラスのライブでやった時にさ、はい、気づいた人いたじゃん、いましたね、そう、ね、服とかは俺どうでもよくて、正直この毎回これ服着てるでしょ、まあ、皆さんも多分これ以外見たことないと思うんですけど、俺本当これ服とかどうでもいいから、どこの国でもこれ着てるんですよ、ハメ撮りではなくて普通に毎日でこれ着てて、カレーよこれ喉にくるね後からで、俺のいつも履いてる靴があるんですよ、今日持ってきてあげればよかったね、こうやっていきなり言うから準備できないんで、うん、もうあれしょうがない、ごめんなさいパレルっていう靴があるんですよ、アディダスのね、でそのパレルの靴が俺買った時15万円ぐらいだった。で、今、いくらするんだっけ、人。まあ、今、俺スニーカー好きなんだけど、120万ぐらいなのよ。普通に。高いでしょ。ヤフオクとか楽天とかで多分120万円とか出回ってんだけども、だからそれを考えたらさ、俺お買い物してるって言ったら、買い物してないじゃん。これをなんて言うかっていうと、投資だよ、うん。投資をしてんのよ。
だから今スニーカーマーケットってこうやってあのなんかありましたね、タブみたいになってる。だから普通に安い例えば1万円ぐらいのものを買って、そうすると1年後にはこれって売れないよね、0円だよね、まだ200円100円とかだよね、値段上がらない、ね、一瞬履いた瞬間に半額とかだよね。でも中には需要と供給でこの世の中ってあのこの水がね砂漠の中にあったら1億円でもつくわけじゃん、うん、でそういう風に需要と供給とか希少さでなんて決まってるわけだから、そういうものを買う。だから買い物行く場合にみんな普通にメルカリで例えば1万円のものが8000円で売ってたら、そのお買い物って2000円だよ。まあ8000円で売れる、売れるでしょ。ただちょっとケチって5000円のものを買ってメルカリで1000円しか売ってなかったら、そのお買い物って4000円じゃん、うん、そういう風に買い物上手にならないといけないよね、経営者の中で。なんかバカな経営者って結構ね、接待とかという名目のもと、あ、経費が 35% 浮くからって言ってね、安いからとか思ってああやって散財するんだけども、あれは浪費じゃん、あれはマジバカな考えで、一番重要なのっていうのはお金が増える使い方っていうのがあるわけよ。これが上手くないといけないね、どの業界でも。例えばうち の東京の家にすごいでしょ、あのお酒の量が。でも俺ってお酒飲まないじゃん、飲まないです。一滴も本当嫌いなんですよ、お酒。タバコも嫌いだし、でもシガーもあるし、あのウイスキーもあるでしょ。でもあのウイスキーって俺が買った時より4倍ぐらいの値段になってるのに、どん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 上がっていってる。全然そういう買い物をしないといけない。だから俺ダイヤの指輪とか絶対いらないと思ってて、あの奥さんに言われてるのは金をくれそうそう、だから今コロナウイルスでさ、金バーンって上がってます。もうあのまた買い物してないよ、うん、あれって買い物じゃなくて勝手にお金をもらってんだよ。そういう頭を持たないとやっぱり経営者っていうのはバカが多いね。うん、でもそれはそうですね、うん、普通の一般の人からしたらあんまり分かんないかもしれないですね。昨日みたいなことを今日やったって昨日と同じ結果しか出ないわけじゃないですか。だから何かしら1個でも学ぶっていう時間を、まあ、日本ってね、アジアで一番学んでない国って呼ばれてるんですけど、学ぶって時間を少しでも作ったらどうなんですかってめちゃめちゃ思うんですよね。でそういう人ほど給料が低いとか、あとは仕事がブラックだとか会社がブラックだとか言うんですけど、普通に考えてですよ、人ん家に来て飯がまずいって言わないじゃないですか。だったら自分で作れるって感じじゃないですか。会社に来てここはブラックだって言うんだったら勝手に辞めてお前は転職しろよと。その転職するスキルも、俺も経営者の視点から言いますよ、転職するスキルもねえんだったらブラックとかじゃなくてお前が選んでお前の選択できてんだからやれよって話なんですね。でそういう人とこうやって学びとかないんですよ。なんか学ぼうとかって思わないとかね、意味わかりますよ。この知識をさ普通にこうやってライブで言ってるわけじゃないですか。これもなんか皆さんぜひやってみてくださいと思っちゃう。皆さん考えてください。一番重要なのっていうのは、会社を大きくするのは会社で貯まった利益をどん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 再投資して大きくなるわけじゃないですか。例えばね、月に100万円稼げるようになりましたと、さらに投資して人を雇って、人を雇うのだって投資ですからね。いろんなものに投資をしてどん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 ちょっとずつ会社を大きくしていくわけですよ。ってことは会社が大きくなるっていうことを一番重要な手段っていうのは投資なわけですよね。利益をどんだけ配当にますか。で僕が、まあ、会社をやった時にまず僕は3人で始めたんですよね。3人で始めて儲かったんですよ。めちゃめちゃクソみたいに儲かったんで、もう死ぬほど儲かって、あの、まあ、インスタグラムのマーケティング事業で多分日本では、ね、日本では1位だったんですよ。いただいてる予算が企業からね、そういう中ですんごい儲かったんですけど、それを、まあ、配当でね、仲間でこうやって給料を分けないといけないじゃないですか。で残りは会社に残すっていう感じだったんですけど、ほとんどの人間はですね、その、まあ、毎月700万とかね、24歳の時にもらってたと思うんですよ、僕もね。でもその人たちは六本木に行ってバン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 こうやってお金をね振りまくような遊び方をして1円も残ってなかったんですよ。タワーマンションに引っ越したりとか高級なね、カー、あの車を買ったりとか。でも僕はですね、まあ一応タワーマンでしたけどクソマンですね。本当にちっちゃい部屋にとにかく住んで、そこでめちゃめちゃお金を貯めて、でどん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 投資を全部投資に回してたんですよ。で投資の配当が入ってから自分ももう、ああじゃあ働かなくていいんだって言ってペントハウスに引っ越したりとか、今ドバイに行っても正直ね、何千万って入ってもわけですから働かないともね、そういう生活ができるようになるんですよね。でですね、今回の質問は、現在給料が低いんですけど上がる見込みがありません。きっと僕の上司もそこまでもらっていないと思います。どうしたら給料は上がりますか。
という質問なんですけど、3つ話します。まず1つ目が、給料を上げたいならまず自分の希少価値を上げろっていうことと、2つ目が、希少価値を上げるのには時間かかるんだけども、そんな、石の上にも3年みたいな時間は必要ないですよっていうことね。で、3つ目が、もし希少価値が上がらないような会社にいるんだったらすぐ転職しろっていうことの、その3つに分けてちょっとブレイクダウンを話していきますよっていうことなんだけども。なるほど。じゃあまず自分の希少価値を上げろということなんだけども、その1万時間の法則ってあるんだけども、うん、その1万時間かければ誰でもその道のプロになるわけよ。なれるわけね。それでそのプロになると、だいたいプロって100人に1人ぐらい の人材になるって呼ばれてるんだけども、その100人に1人の人材ってそこまでまだ希少価値がないわけね。で、例えばうちに働いてる経理の子とかいるでしょ、うんうん、で経理の子って100人に1人しかできない仕事やってるのにまだ30万40万ぐらいじゃん。どこの会社もそんくらいだよね、うん、100人に1人はまだ希少価値が足りないよと。もしこの経理の子ねが企画スキルがあったらって考えてほしいんだけども、うん、企画スキルってうちの営業もあんまり作れる人いないじゃん、しっかりした資料ってね。ただその企画スキルを経理が作ると、その企画スキルかけるっていうのも100人に1人ぐらいしかできないプロなわけよ、うん、そのスキルってまだそれでも 2,30 万しか給料ないでしょ、うん、それをただ経理のスキル100人に1人しかできない、経理のスキルと100人に1人しかできない企画スキルっていうのが混ざると 100×100 で1万になるわけね、うん、1万分の1の希少価値が生まれるわけよ、うん、例えば経理の子が企画スキルをかけるようになると、そのクライアント先の経営状況の改善みたいなところから入れるような企画スキルができるわけです、ね、だからそういうのって多分経理のこと知らないと書けないし、すごい希少価値が高いでしょ、うんうん、保育士も一緒でこれ、うんうん、保育士ってめちゃめちゃ給料低いって言われてるじゃん、うんうん、俺の子供もインターナショナルスクール行って一人何十万かかってんだけども、そこに働いてる保育士さんって英語も喋れるわけ。へー。そうすると絶対の子たちって給料50万円ぐらいなんで、うんうん、それも英語が喋れるだけだと 2,30 万しかもらえないし、うん、保育士っていうだけだと 2,30 万しかもらえないけども、うん、保育口で英語が喋れるから希少価値が生まれて50万になるわけです、はいはい、こういう風にどん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 希少価値っていうのをね、自分の高めていかないといけなくて、これ結構日本人は文化的に、なんか日本の文化ってさ、長い一つのことを長くやるっていうのが美学になってるじゃん。 そうだね、その美学に沿ってるといつまで経っても、もう 2,30 万の給与で一生が終わるみたいな、うん、俺は思うのね、うん、で、じゃあそのどういうふうに自分の希少価値を上げるかっていうことなんだけども、うん、さっき言った1万時間かければ誰でもプロになるっていうじゃん。それは昔の人の言葉で、今はもう半年ぐらいで全然一つのスキルってもうゲットできちゃうわけなのよ。だから石の上にも3年っていう言葉はマジで信用しない方がよくて、例えば俺で言うとさ、営業スキルと言語スキルと企画スキル、マーケティングスキル、ライティングスキルとちょっとまとめてみたんだけども、で俺ってすでに5個スキルが今言っただけであるでしょ。でこの5個のスキルを掛け合わせていくと、大体100億分の1の希少価値が生まれるわけね、はいはい、でもこの5個のスキルを石の上にも3年で1万時間かけたかっていうと、もう1万時間かけたら20年ぐらいになるやつね、うんうんうん、俺まだ社会人だって数年だから、うん、そんなことありえないわけ、うん、だから何笑ってるの大丈夫。いやだからいや竹原さんのさ、なんか頭のレベルがやっぱさ、ちょっと天才だっていう、そもそもの多分視聴者さんもいると思うんだよね。違う、これは誰でもできる、絶対誰でもできる、半年できる。だって今の時代ってさ、昔だったらなんか学校に通うとかさ、うん、あったけど、今の時代ってだ電車の中でも YouTube、スマホ1個で YouTube 見れるし、うん、俺のマーケティングスキルなんて俺ペレットっていうマーケティングメディアを読んで、それを実践してできたわけだから、うん、だから全然本当誰でもできるし、俺別にいい学校出てるわけでもないし、学歴もいいわけでもないから。でも本当に竹原さんと、まあ、よくお話しさせてもらうんですけど、よく喋るんですけど、本当にでも前のさ、仕事の時さ、仕事とは別にさ、なんかあれだよね、パソコンの学校行ったりとかしたんだよね。いや、行ってた行ってた。だからその仕事以外の時間を、もともとの竹原さんは別に天才ではなかったと、っていうことね。そういうことで。そういうこと。で、その、じゃあさっき言った転職をしろって3つ目のね、うんうん、話になるんだけども、まさにそうで、面接する時によくいろんな人さ、この会本社でマーケティングスキルを学びたいからって絶対言ってると思うよ。いるね。いるでしょ。でも何回も言うんだけども、学校じゃないんだよ、会社ってね、はい、会社で学校じゃなくて、普通会社っていうのは他のところで学んできたものをアウトプットする、そのアウトプットに対して対価を得るものだ、うん、給料をもらうってことだね。なるほど。学んで給料もらうの意味わかんないじゃん。うん、だから、ね、人のスキルって学んだことを実践して初めてそれをスキルっていうわけ。
じゃあ学んでるだけじゃダメで、会社で何かを学ぶっていうのがインプットするってことじゃん、それは、うんうん、だから会社はインプットする場所じゃないということが一つだよね、うん、まずじゃあなんで転職しないといけないかっていうと、もしその会社の外で学んだことをその会社でアウトプットできないのであれば、それはスキルが育たないってことだから、だから転職した方がいいよって言ってる。その会社でもしアウトプットができてるんだったら全然いいんだけども、アウトプットさせてくれないところいっぱいあるじゃん、チャンスを潰してる会社なんでね、うん、そういうところに長くいると結局スキルも上がんないし、あの希少価値っていうのも生まれないし、だから給料も変わんない、うん、会社ってよく分かんないよね、それ。もっといろんなスキルをつけさせれば人材が伸びてスキルも上がってってなるのに、それを抑えてる会社って結構あるわけ。そうなんです。確かにね、でも実践すごい大事だよね。本当に私も入って2ヶ月ぐらいの時に営業のスキルなんて全くなかったし、やったこともなかった。営業って何みたいな、本当そんな感じだったんだけど、一番最初なんか2対1になってロープレーさせられて、全くよく分かんないけど次の日営業に駆り出されるみたいな。結構他の企業って過程をすごい踏むと思うんだけど、研修をめっちゃしたりとか、うん、そういうの本当に一切ない。なんかでもそれ会社の外でそのスピンの法則とか学べって言ったでしょ、うん、学んでるでしょ、スマホ一つ学べるでしょ、うん、だから誰でも本当やる気次第できますよっていうことで今日は締めましょう。はいはい、皆さん今ですね MDS のあのプロマーケターがやってるインスタの無料個別コンサルなんですけれども、ちょっと受付数が多すぎてですね、一時的にあの申し込み、停止してますので、今後はですね招待を受けた方のみか、またはですねしっかりと今から言うことを理解している方のみの受付とします。で当たり前なんですけれども、これはですね僕らにメリットなく SNS の無料コンサルなんてするわけはないんですよね。なので今から言う4つのことの、まあ、1つでも当てはまってれば、その方のみ、受付できるということなんですけども、まずはですね1つ目は弊社のインフルエンサー事業で企業からの PR 案件が今多すぎるんですよ。でインフルエンサーの登録数が足りてないんですね。インフルエンサーってちなみに何かっていうと、企業がこんな商品とか事業を PR してって言って、まあそれをインフルエンサーに拡散とかね PR 投稿してもらって、その人もあの報酬もらえるってことなんだけども、大体ですね1フォロワーあたり 1.5 円から2円ぐらいが相場なんですけども、5000フォロワーぐらいいると毎月10万円ぐらいで、1万人フォロワーぐらいいると25万円ぐらいもらえるっていうまあお仕事なんですけども、もちろんですねこのインフルエンサーの登録も、無料のコンサルも全部無料なんですけれども、もしですねしっかり5000フォロワーぐらい超えたら弊社のインフルエンサーにしっかり登録して、もし企業から PR 案件来たらこれの拡散協力もちろんお支払いしますから、拡散協力をしてくれる方、これがまず一つ目です。でまたは弊社の事業とかサービスっていうものは代理店様を活用してこうやって全国に拡散いただいてるわけなんですけれども、この代理店様もこれ結果を出す代理店様ってもう自分で自社コミュニティを持ってる人たちなんですよ。なので僕らの個別コンサルとかでこのコミュニティの作り方とか教えますけれども、まあ大体1万人ぐらいいると毎月6ヶ月7ヶ月ぐらいすると30万40万ってこうやってコンサルが入ってくるんですよ、ストックしてね。で1年ぐらいいくとまあ何百万っていう方もいるんだけども、もしですねこの無料コンサルの内容を生かしてコミュニティ作れたら弊社の代理店として、活動していただくということが、まあ2つ目の条件ですよね。次にですね弊社の投資先の開拓ですね。弊社 MDS ファンドっていう名前の通りドバイ本社で投資ファンドがメインの事業なんですけれども、まあ、エステサロンとか飲食店とかクラブとかあとは整体とかいろんなところに投資してるわけなんですけれども、まあ、大体ねみんな事業を作ってからなんか集客考えるじゃないですか。そうじゃなくて集客を持ってる人に投資をして事業を作らすと大体成功するんですよ。なのでもしですね皆さんが将来的に起業したいという意思があって、そういう方で、どんどん自分のコミュニティ集客媒体をインスタ上とかね SNS 上で作ってってっていう意思がある方ですね。これがまあ3つ目の、条件ですと。で4つ目はですね弊社の事業ととのすべて広告費ゼロなんですよ。なので、もしですね弊社のおかげで個別無料コンサルのおかげでフォロワーが伸びたって言ったら、しっかりとあなたのおかげだよっていう口コミとかレピュテーションを広げてくれるっていう意思がある方ですね、あの感謝できる方です。そういう方はまあ、受けていいかなというふうに思ってます。なのでこの4つのうち1つでもいずれかですね、当てはまればいいかなということです。それ以外の方はちょっとお断りしますと、まあ、SNS がないと集客できないとイコール絶対に事業が成功しないという時代ですけれども、ぜひですねこれに当てはまる方のみ個別コンサルに進んでいただきたいと、当てはまる方は申し込んでください。よろしくお願いします。URU は一切広告を打たずに皆さんの口コミだけでこんだけ日本最大級のオンラインスクールになってるわけなんですが、なので皆さんも入学してめちゃめちゃ学べるじゃん、めちゃめちゃスキルつくやんという方はどんどん広めていただきたいんです。じゃあ具体的に URU に入学したら何すればいいのという話なんですが、まずは公式アプリを App Store とか Google Play Store からダウンロードしてください。まずアプリを開くといろんな学科があります。その学科をステップ方式でカフェ時間とか通勤時間に動画で学習しましょう。もしビジネスとか仕事でわからないことがあったら実際にプロのマーケターとか税理士とか弁護士に直接聞けます。自分でイベントを企画したいとか企画されている勉強会に参加したいというのも全てアプリで仕事のつながりを作ったりできます。
さらには隔週でやってる Zoom の竹花のライブで直接対面でコンサルを受けたり、さらに学んだスキルをアウトプットしてクラスターで収益化できたり、また自分の近くにいる生徒を検索して会ってみたり、あとは UR 郵政がやってる授業やお店に行ってみたり、さらにはですよ、オフラインの全国イベント年に数回あります。一般の方は数十万円ですが、 UR 郵政はほぼ無料で参加できます。最後には卒業テストに合格して単位を全てクリアすると、あなたが OB として永年無料で使えるようになります。そうなんです、これだけ質が高いからこそこんだけ巨大化するんです。これが UR オンラインスクールです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。